朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、両岳山ミネラルウォーター工場を現地指導しました。パク・ポンジュ内閣総理と朝鮮労働党中央委員会の幹部たちが同行しました。金正恩元帥は、両岳山ミネラルウォーター工場の従業員が工場を新世紀にふさわしく見事に一新させ、偉大な金正恩総書記の意訓通りに人民への献身的な奉仕の精神を持って生産を系統的に増やして、良質のミネラルウォーターを平壌市民に供給しているとし、その意訓を高く評価しました。元帥は金正恩総書記の現地指導の標識碑を見て、新築された革命史跡教育室と遠隔紹介室を見ました。そして両岳山ミネラルウォーター工場は、両岳山ミネラルウォーターがとても良いとの偉大な金正主席の教えを忘れずにいた金正恩総書記によって建てられた。総書記はミネラルウォーター工場が建設されたという報告を受けて、工場を両岳山ミネラルウォーター工場と命名した。2011年1月20日、大寒の寒さもいとわず、早朝から工場を訪れた総書記は、工場で生産されたミネラルウォーターの味見までしてとても喜んだ。総書記の深い配慮があって、長寿の泉として名だたる両岳山ミネラルウォーターが年次平壌市民に供給されることになった。工場の従業員は人民に美味しく良質なミネラルウォーターを供給しようと心を砕き、工場に不滅の指導の足跡を残した総書記の献身の精神と労苦を片時も忘れず、高い生産の成果で総書記の人民愛をあくまで伝えなければならないと述べました。元帥は統合コントロール室、容器生産工程、元帥ポンプ場、ミネラルウォーターの生産工程、製品保管室など各所で生産の実態とミネラルウォーターの衛生安全性についてつぶさに見聞きしました。そして飲料水を生産する工場の特性に合わせて生産現場を外部と徹底的に隔絶させ、衛生通過室を新築し、エアコンを設計して無菌化無人化を完璧に実現しただけでなく、生産式と製品管理、産業現場の衛生管理が科学的に行えるよう統合生産システムを見事に構築した。ミネラルウォーター生産工程の設備を補充し、能力がとても大きい現代的な容器生産工程を新築して、容器の供給から洗浄、注入、検査、出荷工程までオートメ化、ライン化、無人化された生産工程で各種容器に入れられたミネラルウォーターが大量生産されているが、とても見ものだ。工場で各段階の水のろ過と消毒工程を完璧に構築したので、両岳山ミネラルウォーター工場のミネラルウォーターは衛生安全性が徹底的に保証されると述べました。元帥は両岳山ミネラルウォーター工場の任務と役割が重要だとし、生産が高い水準で正常化すること、生産されたミネラルウォーターを適時に運搬できるよう必要な対策を立てること、ガラス瓶の色と形を標準化多様化することを綿密に行うことなど工場の課題を示し、そのための温情こもる措置を講じました。そして我が国の至るところに良質の天然の泉がたくさんあるとし、各道市郡でもミネラルウォーター生産工場を建設して人民がそのおかげを被るようにすることを指示しました。元帥は一服の絵を思わせる両岳山ミネラルウォーター工場の前景を満ち足りた気分で眺め、きちんと舗装された校内の道路といろいろな木と花の木に囲まれた工場がとても素晴らしい、生産環境がベストだ、視聴者でさっぱりした生産用建物と文化施設、生産工程だけを見ても衛生安全性がしっかり保障された工場だということがすぐわかると、とても喜びました。また両岳山ミネラルウォーター工場が見事に改築されて、平壌市民にミネラルウォーターをさらにふんだんに供給できるようになった。
工場の生産を高い水準で正常化するのは、社会の全ての富が徹頭徹尾、人民の福祉増進に振り向けられる、我が国の社会主義制度の優位性を誇り示すための重要なことだと述べました。金正恩元帥は、両岳山ミネラルウォーター工場の従業員が、人民に美味しく良質のミネラルウォーターをもっとたくさん供給しようとの党の意図をいつも肝に銘じて、責任と本分を全うするものと確信し、共に記念写真を撮りました。朝鮮労働党委員長で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の敬愛する金正恩元帥が、金日成総合大学創立70周年に際して、土屋105年、2016年9月27日、大学の教職員、学生に歴史的な書簡、土屋の革命の新時代の金日成総合大学の基本任務についてを送りました。金正恩元帥は書簡で、朝鮮労働党第7回大会が示した明るいビジョンに沿って、社会主義強国建設に総力を結集している歴史的な時期に、創立70周年を有意義に迎える金日成総合大学の教職員と学生皆を心から祝い、民族幹部育成の中心基地で、土の科学教育の最高学府である金日成総合大学が歩んできた歴史は、偉大な金正恩主席と金正恩総書記の教育に関する主体的な思想と理論、卓越した指導の輝かしい勝利の歴史であり、党と指導者への限りない忠実さを胸に、革命業の成功率の前進と国の繁栄のために献身的に尽くしてきた教職員と学生、卒業生皆の熱い愛国、忠誠の思いが秘められている歴史だと述べました。そして、金日成主席は、教育事業、民族幹部育成事業を国と民族の運命に関わる一番の国事とし、国の解放も困難で複雑な情勢下でも総合大学から創立した。主席の正しい導きと格別の配慮の中、総合大学を革命人材育成のモデルとなる大学に、元年山地区を世界で一番の大学村に作るしっかりした土台が築かれた。金正恩総書記は、金日成総合大学にいつも深い関心を払い、大学が時代と革命に対し、担っている使命と任務を立派に果たすよう正しく導いた。早くもその時期、元南山に登って歴史の誓いを立てた総書記は、大学教育で土を徹底的に確立するようエネルギッシュに導き、大学を指導者への忠実さを第一の生命とする主席の大学、土の科学教育の最高学府に作った。世界には古い歴史と伝統を誇る名門大学が多くあるが、万人が仰ぐ偉大な太陽の名で栄光があり、主席と総書記の不滅の指導の業績で輝く大学は、もっぱら、金日成総合大学しかない。朝鮮労働党は、金日成総合大学の発展のために尽くして成した、主席と総書記の不滅の革命業績を守って、末永く輝かせ、時代と革命発展の要請に即して、総合大学を世界的な大学にさらに発展させることに、深い関心を持っている。今、金日成総合大学には、土の革命の新時代の要請に即して、党と革命に忠実で高い実力を持つ革命人材をより多く育成し、先端科学研究の成果で社会主義強国建設を力強く促して、全社会の金日成金正恩主義化の引用に積極的に貢献すべき神聖な任務がある。金日成総合大学が時代と革命に対し担っている使命と任務を立派に果たすためには、大学を永遠に主席と総書記の大学に発展させなければならない。指導者の大学としての革命的性格と本体を変わることなく守り、世界に名声を轟かす主席と総書記の大学として発展させるのは、土の革命の新時代の金日成総合大学建設の相対的方向である。金日成総合大学は党と指導者への忠実さを第一の生命とする大学の誇らしい歴史と伝統を変わることなく守り、世代と世紀を継いで輝かせるべきだ。
キム・イルソン主席とキム・ジョンウン総書記の革命大学の権威に合わせて、キム・イルソン総合大学を世界一流の大学にさらに発展させるべきだ。教育と科学研究を密接に結びつけ、創造型人材の育成と先端科学理論、技術創造を基本とする大学に発展させるのは、一流大学建設の重要課題である。キム・イルソン総合大学では、一流大学の特性にふさわしく、教育の内容と方法、教育システムと教授管理を改善し、完備しなければならない。キム・イルソン総合大学は、教育の方法を革新する上でも、全国に模範を示すべきだ。総合大学の性格にふさわしく、宇宙航空技術と科学工業部門をはじめ、先端分野、重要部門の人材を養成する大学、学部、学科を創設し、科学の総合的発展の趨勢と国の社会経済発展の要請に即して新たな境界科学を開拓し、その部門の人材を育てるべきだ。キム・イルソン総合大学ではオンライン教育大学を全国的な社会科学部門のオンライン教育の拠点に作り、学科と学生を増やして大規模な大学に拡大発展させることにより、諸村労働党の全人民科学技術人材化の方針の実現に大いに貢献すべきだ。キム・イルソン総合大学を国際学術交流の拠点に作る計画を目的指向性を持って進めるべきだ。キム・イルソン総合大学の教員・研究者は革命の根幹、世界的な人材を育てる職業的な革命家である。キム・イルソン総合大学の教員・研究者は率先垂範して学生たちを教育する真の教育者になり、高い実力と気高い風格、はっきりした功績により大学生だけでなく社会の勤労者からも愛され尊敬される師になるべきだ。学生皆は大学の電子図書館に掲げられた金正恩総書記の直筆の文を胸に刻みつけ、キム・イルソン民族、金正恩朝鮮を世界に輝かせる革命の根幹、新しい世紀の有能な人材になる高い目標の的を発奮し、学び、また学ぶべきだ。キム・イルソン総合大学を世界一流大学のレベルに引き上げることに、労働党と国挙げての力を入れるべきだ。大学では自力自強の原則で世界一流大学建設の戦略と目標を共和国の実情と世界のトレンドに合わせて科学的に現実性があるように立て、一つ一つ着実に実行していくべきだ。キム・イルソン総合大学地区は主席と総書記が生前の姿で安置されたクムスサン太陽宮殿の近くにあり、草一本、木一本にも主席と総書記の思いが宿る一つの大革命自責地区である。大学の教職員、学生はキム・イルソン総合大学をこの上なく立派な教育の拠点、科学教育の最高学府としてさらに立派を作り、きちんと管理するのに清らかな忠誠心と愛国の一心を捧げるべきだ。キム・イルソン総合大学の党委員会と所属の大学の党委員会の機能と役割を高めるべきだ。大学の党委員会は主席と総書記の意訓をあくまで実行し、指導の業績を守って輝かせることを生命線とすべきだ。大学理事会と大学の党指導委員会の役割を高めるのが重要である。大学理事会と大学の党指導委員会は総合大学と所属の大学の教育と科学研究の水準を高め、大学を世界一流大学に発展させるための重要問題の対策を立てるべきだと述べました。キム・ジョンウン元帥は、キム・イルソン総合大学に対する朝鮮労働党と朝鮮人民の期待はとても大きいとし、キム・イルソン総合大学の教員、研究者、従業員と学生の皆は、党中央の人になったり、大学をキム・イルソン主席と金正恩総書記の大学として永遠に輝かせ、世界一流大学の前列に堂々と立たせて、時代と革命に対し担っている神聖な使命と任務を全うするものと信じてやまないと述べました。敬愛する金正恩元帥に、ラオス人民革命党中央委員会書記長のブンニャン・モラチット、ラオス人民民主共和国主席から返礼が送られました。返礼は、朝鮮労働党委員長で、
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長、朝鮮人民軍最高司令官の金正恩元帥が、79歳の誕生日に際して熱烈な祝賀と祝福を送ったことに心からの謝意を表する。ラオス人民民主共和国と朝鮮民主主義人民共和国の両党、両国人民の間の伝統的な友好関係が引き続き発展するものと確信する。金正恩元帥の健康と幸福、崇高な活動での成果を祈ると述べています。敬愛する金正恩元帥に、ラオス人民革命青年同盟中央委員会から贈り物が贈られました。贈り物を9月28日、ラオス人民革命青年同盟中央委員会のソンタヌ天皇恩書記が最高人民会議常任委員会キム・ヨンナム委員長に手渡しました。9月28日、敬愛する金正恩元帥に、第10回平壌国際科学技術図書展の参加者から手紙が寄せられました。手紙は、世界各国の団体と国際機構の誠意ある努力と協力のもと、第10回平壌国際科学技術図書展は、人類共通の進歩と繁栄をもたらし、各国の友好協力関係を発展させるのに寄与する、その目的と使命にふさわしく、成功裏に行われた。全人民が学習する場所として立派に建てられた科学技術殿堂で開かれた平壌国際科学技術図書展は、金正恩元帥の優れた洞察力と朝鮮民主主義人民共和国政府の科学技術重視の政策の生命力をはっきり実証した。図書展に深い関心と配慮を寄せた元帥に心からの謝意を表する。金正恩元帥の指導のもと、朝鮮民主主義人民共和国が近い将来、世界的な科学技術強国の前列に堂々と入るものと確信する。これからも平壌国際科学技術図書展を通じての科学技術の交流と協力を引き続き活発に行っていくと述べています。9月29日、ロシア沿海地方政府副長官一行をはじめ訪朝客が、トモス山太陽宮殿を訪れ、偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記に敬意を表しました。9月29日、金日成総合大学の創立70周年国際学術討論会の参加者が、金日成総合大学にある偉大な金日成主席と偉大な金正恩総書記の銅像に献花し、敬意を表しました。敬愛する金正恩元帥が、金日成総合大学創立70周年に際して、大学の教職員、学生に送った歴史的な書簡、土の革命の新時代の金日成総合大学の基本任務についてを伝える集いが、9月29日に行われました。制定国副委員長をはじめ、関係者、大学の教職員、学生が集いに参加しました。書簡後、朝鮮労働党中央委員会政治局委員のチェテボク党中央委員会副委員長が伝えました。9月29日、共和国の保健酸素工場の創業式が行われました。タクポンジュ内閣総理と関係部門、保健医療部門の人、工場の従業員、建設者が創業式に参加しました。創業式で発言した人は、保健酸素工場は、敬愛する金正恩元帥の直接の発案とエネルギッシュな導きによって建設された人民愛こもるモニュメントだ。工場の従業員皆が、金正恩的愛国主義を実践活動に徹底させ、朝鮮労働党第7回大会決定実行のために奮起して、朝鮮の社会主義保健医療制度の優越性をさらに高く発揚していこうと述べました。地方巡演中のワンジェサン芸術団の公演が9月29日からキムチェク製鉄連合企業所で行われています。連合企業所の人たちが公演を見ました。歌、イコーペクトーさんにで始まった公演で歌と踊り、器楽など多彩な演目が披露され、中世の200日間戦闘の主要攻略目標、最前線の北部の水害復旧に必要な鉄鋼材の増産に奮起した企業所の人たちを大いに励ましました。共和国のハムギョン北道北部地域が水害に見舞われたことを受け、
中華人民共和国政府が支援物資を無償寄贈することにしました。これに先立ち、中国高十字会と中朝中国大使館でも支援物資を寄贈しました。李永浩外相率いる朝鮮民主主義人民共和国代表団が第71回国連総会に参加して9月29日帰国しました。平壌の風光明媚なテドン川のほとりに建てられたムース遊泳場が来客でにぎわっています。日曜日と祝日はもちろん、その日の仕事を終えてこの遊泳場を訪れる各階層の勤労者と青少年は、ひたすら人民の幸福のため生涯を尽くした偉大なキム・イルソン主席と金正恩総書記の願いを実現している敬愛する金正恩元帥の人民愛を肌で感じながら憩いのひとときを過ごしています。9月29日、2016年の国際敬老の日にちなんだ記念討論会がテドンガン外交団会館で開かれました。朝鮮高齢者保護連盟中央委員会と関係部門の人、市内の高齢のある人たちと中朝各国大使館、国連人口基金、世界保健機関、欧州連合協力代表部の人たちが参加しました。発言に次いで敬愛する金正恩元帥の熱い恩情の中、健康で幸せに暮らしている共和国の高齢者の紹介、そして朝鮮労働党の高齢者保護政策とその実行で収められた成果と経験、今後の活動方向が通報されました。参加者たちは朝鮮高齢者文化芸術協会の芸術公演を鑑賞し、美術作品の創作活動に見入りました。以上でこの時間のニュースを終わります。アナウンス担当はチェ・ジョンイル・カンソニでした。こちらは朝鮮の声放送です。根も葉もないアメリカの北朝鮮脅威説。先日、アメリカのケイト研究所の上級研究員が雑誌ナショナルインタレストに寄稿した文で、アメリカが持ち出している北朝鮮脅威説の疑問性を暴きました。文は最近アメリカ国防長官が北朝鮮の核実験を国際社会全般に対する直接的な脅威だと言ったのは愚かこの上ない主張で、アメリカの唱える国際社会とは他ならぬアメリカが作り出した架空の表現に過ぎないと批評しています。朝鮮押しつぶし政策の実現のため根も葉もない脅威説を露呈しているアメリカの魂胆を暴いた公正な評価だと言えるでしょう。今アメリカは共和国が国際社会を脅かしていると鳴り物入りで宣伝しています。ところが共和国はこれまで誰それを侵略したことも脅かしたこともない正真正銘の平和愛好の国です。公正な国際社会が共和国に脅かされる何らの理由もなく、共和国が脅威を加える必要はなおさら存在しません。国際社会を脅かし世界の平和を破壊し蹂躙する張本人は他ならぬアメリカです。世界最初の核兵器保有国であるアメリカは当初から核兵器を他国に対する威嚇と恐喝、侵略と戦争の主な手段としてきました。分けても世紀を継いで共和国に対する核の脅威と恐喝を執拗に追求してきました。アメリカの横暴極まりない対朝鮮核戦争政策と脅威に対応して、共和国はやむを得ず民族の自主権と生存権、地域の安全を守るために強力な核抑止力を保有しました。今共和国が核兵器化の最高段階である核弾頭爆発実験を断行し、国家核武力完成の最終関門を通過したのも、実際のところアメリカの朝鮮押しつぶし策動を徹底的に粉砕するためです。共和国の核保有によってアメリカが核でもって共和国を威嚇し恐喝した時代に永遠にピリオドが打たれました。世界が認めているように、今の世界を絶え間ない戦乱と動乱の渦中に巻き込む平和の破壊者、国際社会の本当の敵は他ならぬアメリカです。共和国のターゲットもこのアメリカです。アメリカが共和国の容赦ない核弾撃を望まないなら、あの頃の朝鮮的政策を一日も早く捨てるのが正しい選択肢でしょう。
根も葉もないアメリカの北朝鮮脅威説、古代史ではないしました。人民の憩いの場、文化遊園地。天然の都心を流れる風光明媚な都電川の中州に、人民のレジャーランドとして立派に整えられた文化島があります。文化島は都電川の水面に浸れる山々が清い水に金を垂らしたように美しいという意味でそう呼ばれました。このように美しいルンダ島に築かれたルンダ人民公園は毎日来客で賑わっています。ここにはルンダイルカ館とルンダ遊泳場、ミニゴルフ場、ルンダ遊園地があります。中でもルンダ遊園地は毎日来客で賑わっています。ルンダ遊園地は2つのエリアに分けられています。第1エリアには男性体験版エンタープライズをはじめいろいろな乗り物があります。ここには笑いの家と電子娯楽館があります。いろいろな形の側面を持つ鏡とセンサー付きカメラが取り付けられた電子鏡のある笑いの家で、お客たちは鏡に映る滑稽な表情や姿勢に爆笑します。電子娯楽館の班長である平成寺さんの話です。일반적으로오락이라고하면어린이들이많이하는곳으로되어있지않습니까그렇지만사격과학といえば子供向けと思っているのが普通でしょう。しかし射撃と競争を主とするこの娯楽館には、子供だけでなく青年や年寄りたちも多く訪ねています。文化遊園地では来客が第1エリアと第2エリアを行き来できるよう遊覧機関車が通っています。遊園地の第2エリアにはひねり回転板、急降下層、松戸マウスなどが設けられています。そして緊張感あふれる音楽が流れる中、迷路を通り抜ける鏡の家と電子娯楽第2巻があります。リズムを基本とする電子娯楽第2巻の娯楽資材は来客に軽快な気分を与えています。また体を鍛え、バランス感覚を持たせています。文化人民公園の課長、キム・チャンナムさんの話です。우리遊技場으로는매일수천명의손님들이찾아오고있습니다。이들은모두가한결같이毎日数千人の来客を迎え入れていますが、誰もがここへ来て疲れがすっかり癒された、一旦乗り物に乗れば離れたくないと言っています。市中通して人民の幸せの笑い声がやまない、喜びあふれるルンダ遊園地。朝鮮人民は国の至る所に建てられたこのようなレジャーランドで文明生活を思う存分営んでいます。人民の憩いの場、ルンダ遊園地をご紹介しました。